どうもガポニです。今回はメインチャレンジ、ピローネ出現に現れた裂け目の前半攻略となりまして、ビノビノの家のムー、デクナッツの牢屋、ピローネ出現のムーの3点です。それでは早速いきましょう。最初はビノビノの家のムの生き方からいきます。前提としてストーリー前半を進めてハイラル王を助けた後に行ける場所になってます。というわけで最初はマップ右下のデクナッツタウンまで移動します。でタウンの上の方にご馳走どころという大きめの建物がありまして、ここまで来ると会話イベントが発生します。内容としては会員証がないと入れないというものなので、この後は会員証を探して手に入れる必要があります。会話が終わった後はタウンの方に戻りまして、左側にいる NPC や下の方にいる2人組の NPC から会員証に関連した話を聞くことができるので、これを聞いておきます。2人組の会話からはハート池の話も出てくるんですけど、このハート池に関してはメインストーリーを進める上ではクリアする必要はないものになってます。この後はマップ右下の方まで移動します。ちなみにこの場所の手前にエレキウィズローブという魔物が出てきます。この魔物はかなり強めの個体となっているので、見つけたら倒して覚えておくといいかと思います。楽な倒し方としてはワープした後に ZL 注目をしてガモースを飛ばしてダメージを与えていく方法が無難です。ガモースは出した直後に突進攻撃をするので当てやすくなってます。しっかり覚えた後は東側に行くとビノビノの家があるので近づいていきます。そうすると会話イベントが発生しまして、ここからビノビノの家の無に移動することができるようになります。中に入ったらトリーの仲間を5匹助ける必要があります。スタート地点近くにいる敵は邪魔なので借り物を使って倒していくと、その上で右上の方に移動していきます。この壁穴の奥に1匹目の仲間がいるので、邪魔な網をキャンドルを使って燃やしていくと、入れるようになったら解放ですね。この後は上に登っていきまして、上にいる手前の魔物には爆弾魚を食べさせて倒します。奥のフラワー型の魔物は火に弱いのでキャンドルを使って燃やしておくといいです。その上で床瓶を使って右の足場に移動しまして、ここの網もキャンドルを使って燃やします。そうすると中に2匹目の仲間がいるので解放ですね。この後はまた床瓶を使って左に戻ります。クモも邪魔なので借り物を使って倒しておくといいですね。でここの網もキャンドルを使って燃やしまして、網がなくなったら下の黒い魔物の上にキャンドルを落として燃やします。ただ炎ダメージだけではなかなか倒せないので爆弾魚も落としていくといいかと思います。倒すと3匹目の仲間が出てくるので近づいて解放します。この後下に降りまして、左側に移動するとまた魔物がいるので爆弾魚を置いて食べさせて倒していきます。手前の魔物1匹だけ倒したらその奥にいる4匹目の仲間に近づけるのでサクッと近づいて解放しておきます。この後は道を戻って上の方に移動していくと、ここまで来るとはしごがあるのでここから下に移動します。下まで降りていきまして、ここの糸チラは邪魔なので借り物で倒しておくと、奥まで移動したらここで糸チラを使って上に移動しまして、足場のところでスティック左で移動します。で爆弾魚を使ってブロックを破壊ですね。さらに糸チラを使って上に移動しまして、この魔物は爆弾魚を使って倒します。でこの奥のブロックも爆弾魚で破壊ですね。
そうするとここに5匹目がいるので解放すればビノビノの家の無は完了です。ビノビノの家をクリアするとイベントの流れでデクナッツの牢屋に閉じ込められる状態になります。全ての所持品を奪われる状態になるので借り物も使えないです。ただシンクは使えるのでまずは牢屋の外に落ちている鍵を拾って扉を開けて外に出ます。右の部屋の扉を開けると20ルピーの回収ができたりもしますね。この後は上に移動しまして左の階段から降りていきます。このエリアは監視エリアとなっていて捕まるとまた牢に戻されてしまうので隠れながら移動していく必要があります。最初の一人は背を向けている間に奥に移動していく感じです。二人目もタイミングを見て背を向けている間に下から回って移動していきます。奥にある20ルピーは無理して取ると見つかる可能性が高いのでここは無理して取らない方が無難です。ここには2人いるんですけど基本的には右を見ていない時上下を見ている時に下まで移動します。下まで来たら今度は左右を見ている時に移動します。見つかってしまうんですけど捕まる前に階段を降りられればエリアをまたいでまでは追いかけてこないので大丈夫です。下の方に行くとベッドがあるのでこれをシンクして上の足場まで移動させまして、その上でベッドは上の足場のままゼルダだけ下の足場に下がって高低差を作ります。こうすると部屋の外にベッドを出すことができるのでこの状態で右側まで持っていきます。食台の上に乗っかってしまった場合はもう一度シンクして下に下ろす必要があります。これで階段状になるので上の足場に移動していくといった感じですね。ここまで来ると会話イベントが発生するので確認しておきます。で会話が終わると所持品が全部元通りになりまして借り物も使えるようになります。この後は一旦左に戻りましてこの植木にシンクして移動させます。そうすると隠し部屋があるので中に入っていくと、でオブジェの上にハートのかけらがあるのでこれはウォールチラを出した上でシンク、かつ R ボタン押しっぱで相手の動きにすることで登って回収することができます。この後はまた右に戻っていきます。でこのスイッチをスピンで起動させて上に移動しまして、さらに右の階段から移動していきます。この後は持つことができる魔物の借り物を出して持った状態で移動していくと、そうすると監視デクナッツが怯えた状態になるのでこの間に先に移動していきます。でこの井戸から下に移動ですね。このエリアは木箱をシンクで動かしてもいいんですけどメガドンを覚えている場合は使っていくと楽に移動することができます。ここの敵はメガドンで潰すかなんかして先に進んでいきます。ここは木箱を出してさらにベッドなんかで足場を作っていくことで移動することができます。ここからまた水中になるんですけど水の中の敵はガブフィンを使うと倒しやすいかと思います。で奥の方に進んでいくと水圧がかかっている場所があるんですがそのままでは上に浮上できないので一旦奥にある岩をシンクして手前に引っ張っておきます。その上で奥まで移動してここでメガドンを出してさらにメガドンの上に移動しておくと上まで浮上することができます。これで力のかけらを回収することができますね。この後は手前に戻りましてこっちの水圧の場所でもメガドンを使って上に乗って浮上することで上のエリアに移動することができるようになります。
外に出られればここで会員証を手に入れることができまして、このデクナツの牢屋は完了となります。で、補足としてメガドを持っていない場合ですが、手前にある木箱をシンクで掴みまして、木箱が一緒に来ないように右側に移動します。で、このポジションで R ボタンを押しっぱにして相手の動き状態にすることで木箱の浮力を利用して上に上がることができます。最後はスピンで素早く左に移動する必要があるんですけど、この場にあるものだけでも回収は可能といった感じになってます。同じようにして出口側の移動もできるようになってますね。会員証が手に入った後はまた北にあるごちそう所まで移動します。今度は建物の中に入れるので入っていくと、中に入ると会話イベントが入りまして、裂け目から魔物が出てきます。この魔物は剣士モードになって倒してしまうのが早いです。倒した後はここからフィローネ湿原の無に移動することができるようになります。中に入ったら上に進んでいきます。この辺りまで来ると邪魔な魔物がいるので借り物を使って倒しながら進んでいくと、この宝箱は20ルピーとなってますね。この後はさらに上に移動していきまして、まずは右上に移動します。で、ここで飛んでいるエレキースは邪魔なので倒しておくといいです。この時点で覚えていない場合は後のボス戦で活躍してくれる魔物なのでしっかり覚えておきます。で、この下の網は爆弾魚を使って破壊すると、中の宝箱は回収しまして、中身は黄金の卵ですね。この後は上に移動していきます。その上でこの辺りから左に向かって床ビュンで移動します。この足場まで来たら邪魔な魔物が複数いるので、ファイアビズローブあたりを使って倒していきます。倒しながら左上の方に移動していきまして、ここにある宝箱を回収ですね。中身はフレッシュミルクとなってます。回収したらトランポリンあたりで上に移動しまして、さらに床瓶を使って右に戻ります。戻ってきたら上に移動していきまして、この網は足を取られるのでベッドあたりで足場を作って移動していきます。ここまで来れるとシルベがあるのでチェックですね。上に移動すると燃えている場所があるんですけど、ここで借り物の魔物シトシトーンを使います。もし覚えていない場合はね、手前の宝箱があった場所あたりにいるので覚えてください。で、シトシトーンを使うと雨が降りまして火を消すことができます。この後は中に入っていくと、小岩の壁を登っていきまして、一旦この足場では爆弾魚を出してすぐにシンクします。そしたら左上の魔物に運んでダメージを与えていくと、この魔物は1回だけだとヒビが入るだけなので2発目も当てていくことで倒すことができます。倒したら覚えておくといいですね。この後はまた壁を使って上に移動していきます。この部屋はまず右の高台に登りまして、ここからバズブロブを Y ボタン長押しで奥のスイッチの場所で出します。こうすることで1つ目のスイッチを点灯させることができるギミックとなってます。この後は下にいるバズブロブを距離を取ってシンクして、この状態のまま左の高台を使って奥のスイッチに接触させることで扉のロックを解除することができます。で、ここの階段を上がることでフィローネの神殿の前まで来ることができまして、これでフィローネの無はクリアとなります。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。